クトゥルフ神話、クトゥルフ神話とは、パルプ、マガジンの小説を元にした架空の神話体系である。概要、パルプ、マガジンの作家であるハワード・フィリップス・スラブクラフトと、友人である作家クラーク・アッシュトン・スミス、ロバート、ブロック、ロバート、E、ハワード、オーガスト・ダーレス等の間で、架空の神、や地名や書物等の固有の名称の貸し借りによって作り上げられた。太古に地球を支配していたが現在は地上から姿を消している、強大な力を持つ恐るべき異形の者ども、旧支配者、が現代に蘇るというモチーフを主体とする。中でも、旧支配者の人柱であり、彼らの司祭役を務めているともされる、旧支配者たちの司祭、よく誤解されているが、彼はあくまで旧支配者の司祭であり、旧支配者の眷属だが、旧支配者には属していない。であり太平洋の底で眠っているという、タコやイカに似た頭部を持つ軟体動物を巨人にしたようなクトゥルフは有名である。邪神の名前である、クトゥルフは、本来人間には発音不能な音を表記したものであり、クトゥルフやクトゥルーなどはあくまで便宜上の読みとされているため、クトゥルー神話、クリトルリトル神話、クルールー神話とも呼ばれる。ラブクラフトからかの位置管理者に指名されたロバート、バーローによると、ラブクラフト自身は KOOTULEW と発音していたと言われている。また、ラブクラフトの書簡には、発音方法が記されたものがある。それによると、CLUH、LUH のように音節を分け、舌の先を口蓋にしっかりとつけたまま、うなるように吠えるように、あるいは咳をするようにその音節を出せばいい、と書かれている。1974年出版のラブクラフト全集を訳した大西忠明はクトゥルフと表記した理由を、発音されると考えられる許容範囲内で、その最も不自然かつ屈たる発音を選んだがため、としている。なお、ラブクラフトの作品中で明確に、人間には発音不可能、とされているのは、クトゥルフ、と、ルルイエ、のみである。この神話体系で用いられた固有の名称は、後の作家たちにも引き継がれているが、名称に伴う設定については各作家の自主性に任され、例えばコリン、ウィルソンの、精神寄生体、では、本神話体系の名称にも使用されている邪神クトゥルー自体はあくまでもラブクラフトの創作上の存在とされており、このあたりが世界観の共有を必要とするシェアードワールドとは異なっている。ラブクラフトは自身の作品群や世界観について、1928年に、アーカムサイクル、アーカム物語群、と呼んだ後、1930年頃に、クトゥルフその他の神話、ジャレに地球上の生物を創造したネクロノミコン中の宇宙的存在にまつわる神話、と書いている。クトゥルフ神話、という語は長らくダーレスの考案とされてきた。そのため、クトゥルフ神話、はダーレスが独自の見解を加え体系化した後の呼称として、ラブクラフトの作品群やその世界観を指す、パラ神話、や、ラブクラフト神話、特別する意味で、ダーレス神話、と呼ばれることもあった。特にダーレスによって持ち込まれたとされている、旧神、旧支配者、という全額二元論的な対立関係に否定的な立場の読者はこの両者を明確に区別しているが、近年、ラブクラフトがダーレスの、旧神、設定を自作に取り込んだ形跡が指摘されてもいる。成り立ち。ハワード・フィリップス・スラブクラフトも参照、クトゥルフ神話は多数かつ多様な作品によって構成されており、その源泉を単純に述べることは困難だが、創始者とされるラブクラフトは、自らが理想とするホラー小説について、宇宙的恐怖、コズミックホラー、という概念を提唱している。これは無機質で高額な宇宙においては人類の価値観や希望には何の価値もなく、ただ意思疎通も理解も拒まれる絶対的他者の恐怖にさらされているのだ、という不安と孤独感をホラー小説に取り込んだもので、吸血鬼や幽霊など人間の情念に基づいた恐怖を排除する傾向、
宇宙空間や多次元などの現代的な外世界を取り上げるなどの要素がある。ただし、ラブクラフトの宇宙的恐怖にまつわる言説については時折変化があり、気に入ったフレーズとして場当たり的に用いていた可能性もある。また、ラブクラフトの全ての作品が宇宙的恐怖を描いていたわけでもなく、クトゥルフ神話を宇宙的恐怖という言葉との関係を強調したのはむしろ、ラブクラフトの作品を単行本化したオーガスト・ダーレスだろう。また、ヒロイックファンタジーの文脈を取り入れたロバート・E・ハワード、全額二元論的な作品を描いたオーガスト・ダーレスやブライアン・ラムレイをはじめとして、宇宙的恐怖以外のテーマを持つ作品も多く存在する。従来、ラブクラフトがクトゥルフ神話に描いた恐怖は、彼自身の恐怖感に由来していると考えられてきた。かの作品には、自身の家系から来る遺伝的な狂気への恐怖、対抗、悪夢などいくつかの共通したモチーフが見られる。さらに、ラブクラフトが東洋人、ポーランド人、黒人などのマイノリティに対して恐怖感と嫌悪感を持っていたことも知られている。ニューヨークに象徴される現代アメリカ文化に対する嫌悪感も強く描写されており、ラブクラフトの恐怖と嫌悪は人種云々以前に現実全般、己自身をも含む、に及んでいたものと思われている。発展。一連の小説世界はラブクラフトとフランク、ベルナック・ロング、クラーク、アシュトン・スミス、オーガスト・ダーレスらの固有名言葉、設定のやり取りによって創始され、かの死後、ダーレスやリン、カーターらがそれらの設定を整理して、クトゥルフ神話、として体系化していった、ラブクラフト自身、後期の作品群にはある種の体系化を試みた形跡が見られ、共通した人名、地名、怪物名、署名等が現れ、作品間の時系列的関係にも考慮の跡が見られる。しかし、背景をなす神話世界の全体像に関してはもっぱら暗示するにとどまった。ラブクラフトの愛読者であったダーレスは、自分の解釈に基づいて1925年にマークス・コラーと共に、潜伏する者、などを執筆し、急死が邪悪な急死敗者を封印したとする独自の見解や、急死敗者と四大属性の関連性を匂わせるなど新たな解釈を行った。ダーレスは1931年にラブクラフトに、潜伏する者の原稿を送っているが、ラブクラフトが力作と褒めて彼を激励し、インスマスを覆う影においてその設定を取り込みすらした形跡がある。この同時期にラブクラフトは他の友人へ書き送った手紙の中でもダーレスのことを高く評価しているので、この激励は年少の友人へのリップサービスというわけでもなかったことが伺われる。その後、ダーレスは自らの解釈に基づく作品を多数発表していくことになるが、他の作家たちもそれぞれ好き勝手な解釈や設定を付け加えていた。なお、ダーレスによると、クトゥルフ神話という名称は、神話の基本的な枠組みを明らかにした作品がラブクラフトの、クトゥルフの呼び声であることに基づいており、神名ではなく作品名に由来するものである。ダーレスはアーカムハウスという出版社を創設してラブクラフトの作品を出版する一方、クトゥルフ神話、体系の普及に努め、他の作家が、クトゥルフ神話、作品を書くように働きかけた。これによってラブクラフトという作家は広く認知されることとなったが、ダーレスは、ラブクラフトの文学を後世に伝え広めた最大の貢献者として称賛される一方で、ラブクラフトのコズミックホラーを世俗的な善 vs 悪の図式に単純化したという理由で死後に批判されることにもなったが、ダーレスの存命中、アーカムハウスから刊行された新たな作家によるクトゥルフ神話作品は、必ずしも旧神や四大属性などのダーレスの独自設定に準拠しておらず、ダーレスがその、体系を強要した形跡は見られない。なお、ダーレスはラブクラフトやスミスの書簡集も出したが、
クトゥルー神話については、あくまでも作品として発表されたものに記された部分にだけ注目していた。だが、書簡の中でのみ言及されている設定や神の名もあった。最初にそこに注目したのはリン・カーターだった。例えば彼は、クラーク・アシュトン・スミスが作品としてではなくロバート・バーロー宛ての書簡の中で述べたツァトゥグアの系図を採用し、作品中にクグサクス・クルスの名前を導入したりした。今日では、書簡で述べられていた設定は、次々とクトゥルー神話作品に取り入れられている。ラブクラフトは彼に先行する作家アルジャーノン・ブラックウッド、ロード・ダンセーニ、アーサー、マッケンやエドガー・アーランポーなどから影響を受けている。今日ではマッケンの、ハクマ、やロバート、W、チェンバースの、木の印、など、ラブクラフトに先行する作品もクトゥルフ神話体系の一部とみなす見解もある。多くの執筆者の手によって諸々の作品が書かれたこと、創始者のラブクラフトが構想の全貌を体系化することを試みていなかったことから、クトゥルフ神話が誕生した正確な年を特定することは、そのことに意味があるかどうかは別としても、困難である。クトゥルフ神話、という名称がラブクラフトの、クトゥルフの呼び声、に基づいていることから、クトゥルフの呼び声、が執筆された1926年、または発表された1928年、を、クトゥルフ神話誕生の年とみなすことも可能である。通常、ダーレッス以降のものだけではなくラブクラフト自身による原点をもクトゥルフ神話に含める。ラブクラフトが創始したクトゥルフ神話作品の基本パターンは、宝塚や物好きな旅行者が偶然から旧支配者にまつわる伝承や遺物に触れ、興味を惹かれて謎を探求するうちに真相を探り当てて悲劇的最後を遂げ、それを本人が残した手記で、あるいは友人が語るというもので、特定の地名や神名、魔術書などの独特のアイテムが作中に散りばめられる。クトゥルフ神話はこうしたアイテムによって定義されているともいえ、小説の素材として多くの作家に利用されてきた。ラブクラフト以後の作家によって書かれた神話作品は、こうしたラブクラフトの基本プロットを踏襲して、そこに新たに創作した異物を付け加えるなど、クトゥルフ神話の一部と呼ぶにふさわしい本格的なものから、単に旧支配者の神名や召喚の聖句などが作中に出てくるだけのものまで、様々に共有、拡張され、神話体系が出来上がっている。様々に共有、拡張され、神話体系が出来上がっている。そして、これらの神名や新しい土地、マシルベ諸島の名やキャラクターは、ジェームズ、アンギュールの知られざるルー、クトゥの魔人たちや、フランクリン・シー・ライトの創造したアラン、ハッサード、アブドゥル・アル・ハザードの末裔、といった具合に、今も増え続けている。作家たちの想像力の限りを尽くした。この世のものとも思えない異形の旧支配者たちは、怪奇ファンのみならず多くの読者を楽しませており、今や怪奇小説一つの枠に収まらなくなりつつある。2009年にはカナダのパーミューテッドプレスから、ナイアーラトテックの一人称による暗黒小説、シュブ・ニグラッスをヒロインとした正統派ロマンス小説、ハーマン・メルヴィルの白クジラやジュール・ベルヌのキャラクターであるネモ船長を導入した作品など、多ジャンルのクトゥルフ神話作品を収録した作品集が刊行されている。小説のみならず、漫画やゲームの世界にも神話世界は拡張され続けている。日本でのクトゥルフ神話。日本でのクトゥルフ神話の始まりは、少なくとも1956年において、早川書房のアンソロジー、幻想と怪奇に、断壁地の怪の収録が確認されている。ラブクラフトやクトゥルフ神話が広く知れ渡ったのは、1972年の SF マガジン9月臨時増刊号で、クトゥルフ神話が初めて特集されたこと。日本における翻訳ではない最初のクトゥルフ神話作品は小説現代1977年4月号掲載の山田正樹の短編、銀の弾丸である。